釣り大会は一人では大変です。皆様こんにちは、山芋です。本日は動物の森の釣り大会のことについてね、お話ししていきたいと思います。言ってもね、私10回もしてないぐらいなんですけども、多分トロフィーももらえてないかなぐらいなんですけども、ソロとマルチと両方やってみました。で、まあソロなんですけども、まあ2回目から500円いるけど、まあ1回目は無料だよっていう感じでね、ジャスティンがね、いろいろ教えてくれるんですけども、これね、マルチでもできることがね、分かって、ローカル通信で、まあ息子のアカウントと2人でやってみたんですけども、まあ2人だとそんなにね、違和感なく、ポイントボーナスが入るから、2人で5匹以上釣ると5ポイントもらえたりとかってすごくお得だったので、あ、これ大人数でやったら絶対楽しいと思って、ちょっとリスナーさんに頼んで5人でちょっとやってみました。そしたらちょっとね、大変なことが起きましたね。ティッティキティ、これ今釣り大会が終わったっていうか、3分がね終わった後なんですけど、マルチ全員のこのクーラーボックスの魚を取らないと次が始めれないらしいんですね。これちょっと大変ですよね。しかもマルチに来てる人は毎回ここで売らないと持っていけないです。荷物がねいっぱいだから。すごい写真撮ってもらってますね。だから毎回全員がこの子とこのジャスティンと喋らないといけないっていうのはかなりマルチ大変でも、ポイントが美味しいです。では今から3分いきます。さあ、ボーナスポイントつくかな。さあ、スタート。いくよ。どこで取る？私はじゃあこちら辺でいきます。さあ、5匹は釣るぞ。私は8匹釣れましたね。さあ、みんなはどうかな？3、お、みんな結構そこそこ釣れてますね。お疲れ様、釣れた。さあ、全部で27匹で5匹以上だからボーナスがつく。あ、自分もボーナスがつく。だから、20ポイント。なんかよくわかんないけど、20ポイントもゲットした。すごい。はい、マルチです。はい、全員が、ジャスティン、喋らないといけない。並んでますね。クーラーボックスも混んでますね。これ、8人でやると、大行列ですよね。みんな並んでますからね、これ。これは大変。さあ、釣り大会行きましょう。OK。始まったよ。さあ、終わりましたね。また話しに行きますよ。あと2秒、1秒。もう先客がいますね。並んでます。私はじゃあ先にクーラーボックスから受け取っていきたいと思います。スズキが多かったな。はい、もう並んでますね。順番待ちです。あ、来ましたね、順番が。お疲れ様、釣れた。全部で31匹、5匹以上でボーナス。3匹以上でもボーナス。19ポイント獲得。ありがとうございます。ちなみになんですけど、ちょっとみんな混んでるの分かってるんですけど、あえて、今の、ポイントの確認ですよね。ポイントを交換して、
60ポイント10ポイント使って商品魚ポシェットだって交換しよう。交換しない方がいいのかな。魚 T シャツ、あ、わかった、やったー、ありがとう。いやー、魚釣り大会マルチ楽しいけどちょっと大変っていうのが分かりましたね。二人でやるのが一番もしかしたら効率的にいいのかもしれないですね。もしかしたら、ま、これからのアップデートで、ちょっと、ジャスティン一人だと負担がね、ちょっと大きいので、ちょっとジャスティンがお供を連れてくるとか、ちょっと、ね、一人で会話できないから変わるかもしれないですけども、今のところは、8人はかなりきついと思います。ま、二人で多分5匹以上釣れるので、二人で行くのがベストかなと。あと通信エラーとかもあるので、ローカル通信で、まあ、ご家族とやるのが、私は一番ベストじゃないかなと思います。次の釣り大会は金のトロフィーを目指して頑張りたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。またねー。